曹操は言った。後を継いだ曹丕は官邸に対して位を譲るように迫る。帝にこうする術があるはずもなく、ここに義帝が誕生した。曹操が最後まで守り通した官邸をあっけなく廃した曹丕。これは父の世との決別を表すのか、それとも天下の誰もが曹丕の真意を測りかねていた。中達よ、禅譲の件大義であった。我が君、これからは多忙な日々が続きますね。無本だ。私は新しき世を作らねばならん。私は父とは違う。私が作る世もまた父とは違うである。だがこれだけは言える。私がこれから歩く道は、曹孟徳が歩んできた覇道の先にある。